魂とか、輪廻転生。生まれ変わりとかってよく聞きますよね。でも、それを証明する材料ってないんですよね。逆に、それを否定する材料もないから、指定はできないんですけど、脳って、主観的に物事を捉える性質があるんです。魂とか生まれ変わりって、 その主観的な脳がいかにも生み出しそうなものだと思うんですけど、どうなんやろう自分っていうものが存在してて、その自分がこの世界に来たとか、その体に入ったとか、まず自分っていうものが存在してる。それが基礎になって生まれ変わるとか魂とかっていう考えが出てくるんだと思うんですけど、 ミクは違う考え方をしてるんです。この世界に自分がいるっていうよりか、この世界が自分を生み出したっていうんかな。この世界があったから、世界の三列として自分があるっていうような気がするんです。考え方っていうか、それはもう証明されてますもんね。仏教でよく言われる、 元気っていうものなんですけど自分が存在するのには親はいたから。親の遺伝子はって生まれてくるし、与えられた環境の中から見て、聞いて、学びながら自分を形成していく。だって知ってることしか知らないですもんね。私が日本語を使うのも日本に生まれたからだし、パボコを吸うのも タバコがあったから。ご飯も、もも、ないものはないんです。全部、あるものの中から選んでいかないといけないんですね。どういう性格をしてて、どういう考え方をして、この世界にやってきたっていうよりか、角にいるから、こういう考え方をして、こういう性格になって、今の自分がいるっていう感じだと思うんです。 魂とか生まれ変わりを履き違えて捉えてるんかもしれんなんですけど、この環境の中で一瞬だけ発生した現象。薄くて浅くて何にも意味がないもの。それが自分やったり人間やったりっていうものだと思うんですけど、皆様はどう思われますか